どうもこんにちは。よいしょ。あれ？同じペン持ってんの？こんにちは。つい先ほどショールームで、ほんまに始める前なんやけど、小4アイドルって書いてる子がおって配信してて、すごい時代やなって思った。別にそんな前から生きてないけど、勉強してます。いや、小5で応募して小6で入ってきたから、私は小4ではないから。いや、小4にしては赤ちゃんみたいな顔してたけどな。そんなもんなんかな。自分もそんな感じだったかな。今理科、明日は数学と理科やねん。何について学んでる？え、天気。邪魔やから耳かきを。こっち邪魔やね。こんにちは。全然覚えてないな。ノート見返したら分かる。これか。低気圧が曇りやめな。
てっけこれ。やったのは覚えてるけど何か覚えてない。データ。インドネシアから来ましたって。どうもこんにちは。最近インドの人多ない？インドネシアの人多ない？今日も国語のテストの時さ、なんか昔ペンギン先生さ、なんか記号問題をあいうえとかにしがちやねん、しがちやってん。でしてない時もあってんけど、今回またやってた。あーやってんなーと思って。でなんか何の問題、あの四字熟語の漢字空欄を一つ埋めなさいみたいな感じで書けみたいなやつがあって、ペンギン先生は喜怒哀楽が、喜怒哀楽の表情が豊富だみたいな書いててさ、いじられに行ってるよな多分って思った。ふざけてんなと思って。
また調子の点で話した。でさ、英語のさ問題がさ、何々を答えなさいって書きたかったんやけど、何々を答えないって書いてて、でそれに気づいて一人でさっき笑っててん。でもその先生が、英語の先生が来た時に、なんか訂正しに来てん。で答えないになってるところをってやったら、めっちゃみんな笑っててテスト中やのに爆笑やった。さっき気づいてたから私はそんな気にかったけど、テスト中やけどみんな笑ってた。ハロー、15分だった？ちょっと待って、じゃあ勉強するんで終わりまーす。待ってな、これね、
オッケー、ランキング見ます。13位、てつみやさん、ありがとうございます。12位、なわてさん、ありがとうございます。11位、RC さん、ありがとうございます。10位、あらけんじょびさん、ありがとうございます。9位、すまたんさん、ありがとうございます。8位、まきこさん、ありがとうございます。7位、かずさん、ありがとうございます。6位、まちかねくきたるさん、ありがとうございます。4位、小さな恋のメロディーさん、ありがとうございます。3位、KG603 さん、ありがとうございます。2位、なべちゃんさん、ありがとうございます。1位、ぽんさん、ありがとうございます。よし、終わり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 、さよなら、バイバイ。明日修学旅行のお菓子買いに行く、お友達と9人で初めましての人1人おる。さよなら。